どうも、お疲れ様です。即解塾のコブです、えー。5月5日は子供の日ということでね、今日は子供の日の話題をお話ししようかと思うんですけども、まずね、子供の日って言えば、柏餅があったり、鯉のぼりがあったり、それから5月人形っていうのがありますけども、皆さんどうですかね皆様の周りにはこういう話題ないんじゃないですかそれから、今、鯉のぼりを見かけるのもちょっと珍しくなってきたかなっていうところもありますし、5月人形ね、 そういえば、そんなものを置くお宅ってのは減ったと思います。これはね、いろんな要因があったり、いろんな現象が考えられるんですけども、まずは子供がすごい少なくなっちゃったんですよ。ですんで、まあ、頭餅はね、スーパーで今でも売ってると思いますけども、まあ、お餅をつく習慣ってのは時代とともになくなっていったのか、それとも子供の数が少ないから減ったのか、これは議論が分かれるところですが、まあでもね、恋のぼりは、例えば3月とか4月ぐらいに、 おじいちゃんおばあちゃんが用意してそして孫のいるところに送るとかねまあそういった形があったかもしれませんけどもそもそも子供がいないんでおじいちゃんもおばあちゃんもそういったところにお金を使わないまあ春になってもランドセルは買わない当然ですけども頭餅を一緒に食べてっていう習慣もありませんから里帰りもしないってことになってだん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 おじいちゃんおばあちゃんがですね自分たちの娘夫婦息子夫婦のところに行く理由もなくなってきたのかなとそして孫がいない ももっっと言ったら子供がいないなケースもあるんですよねそうなってくるとますます親子のつながりってのはこういった行事をもとにしたものが減っていくってことが考えられますさあ,あの総務省の発表なんですけども子供の数がですね現在1435万人ということで人口全体の11%ぐらいになっちゃったんですよ子供の数といっても結構なボリュームですよ15歳未満ですからね、うん、日本人の平均年齢を80としたきに 65歳から80歳までのこの15年間と比較したときにどれだけの差があるのかなっていうことを考えるとちょっと恐ろしくて計算する気もなくなりますね。そしてこの子供の数42年連続で減少しているということなんですよ。すごいですね。はい、そこでですね、ちょっと記事を読んでみようかと思います。総務省は4日、5月5日の子供の日を前に人口推計から算出した子供の数を発表した。 外国人を含む15歳未満の男女は2023年4月1日時点で前年より30万人、30万人少ない1135万人だったと、1982年から42年連続で減少し過去最少を更新したということですよね、えー。総人口に占める子供の比率は前年より0.2ポイント低い11.5%になった国連のデータによると推計時点は異なるものの 人口が4000万人以上の36カ国中、日本の子供は、この比率最低だったということで、えー、報告が出ていますね。いや、恐ろしいことが起きますよ。先ほどお話したように、まあ、需要がぐっと減るっていうのは子供がぐっと減ったから起こることであって、子供に送るいろんな記念品とかね、派手はお年玉まで、もうおじいちゃんおばあちゃんは払う必要がなくなった。払い先がなくなったっていうことにもなるわけですよ。 ねえ。当然、おじいちゃん、おばあちゃんが、孫に会うために、息子夫婦のところ、娘夫婦のところに行くという、この良品もなくなってくるわけですよね。ということで、お年寄りの方は、個人の趣味に走るようになって、ますます、家族間、世代間の分断は、増していくんではなかろうかと考えられますけども、皆さんはどのようにお感じでしょうか。はい。そして、社会的な面なんですけども、社会保障制度の支えてが減り、労働力不足も深刻な問題になります。 少ない人数で社会や経済を回すさらなる生産性の向上が欠かせないということですけどもさあこれはどういうことになるかな全然想像がつきませんねちなみに男女別の内訳は男子が735万人女子が700万人と子供の数を3歳ごとの区分で見ると年齢が低いほど少なかったと まあ、3歳ごとの区分で区切るっていうのは、例えばね、中学が3年間、高校が3年間っていうところを見てるんだと思います。えー、記事に戻ります。中学生にあたる12歳から14歳は321万人だったのに対し、10年後に12歳から14歳になるべき人口、0歳から2歳は243万人となった。まあ、つまり、今現在、0歳から2歳の人数243万人。これが、まあ、一人残らず10年経ったとして、 中学生になる年齢の時には、今よりも80万人減るってことなんですよ。今の中学生も少ない、えー、人数だと思いますけども、そこからさらに80万人減るってことなんですよね。そうなると、これがですね、10年後、もしくは20年後に、今度は次の世代を産み落とす世代になった時も、絶対数が少ないわけですから、これ日本の人口ってものすごい勢いで減るってことになりますよね。総人口に占める子供の比率は75年から49年全力で、えー、縮小したと。 50年には総人口の3分の1を超えていた65歳以上の高齢者は30%に達し過去最高ということで冒頭でお話し,しましたけども0歳から15歳までの比率と15歳から80歳までの比率これほどまでに違うんですよねいや本当に恐ろしいですよねうんまさに3人に1人が高齢者とそしてもう10人に1人ぐらいしか15歳以下がいないってことなんでこれからですね 月刊少年ジャンプ、週刊少年ジャンプという子供向けの雑誌もおもちゃもそういったものも売れなくなってくるのかなと思いますと経済はますます縮小していく一方でありそして高齢者にものすごく手厚い世の中ができるのはそれは望ましいことなんですけどもそこまでにたどり着く若者がこれだけ減るってことは日本の将来は相当暗いということになりますよねえー、推計ではですねもうちょっと先になるかもしれませんけども2056年に人口は1億人が割れて えー、2070年に3割減の8700万人ということで、衰退国家を一歩一歩と進んでいく日本の現状が伺えます。